八塚治カ・オは、阿波国徳島藩の、第11代藩主、号は慶王。法暦7年11月24日、第10代藩主、八塚スカ・の長男として生まれる。母は、立花忠氏はじめの娘、伝姫。陽明名は千松丸。やがて父、シゲより変化を賜って、義明を名乗る。名は4年7月28日、将軍。 徳川家春に初おまみする。明は6年10月開日、父、茂木の隠居により、家督を相続するが、父、茂木の失勢により出資をとどめられる。翌命は7年2月10日に許される。同年11月7日、14位、下和は守るに除任する。なお、この日に元服し、将軍、家春から返旗を賜り、地償に改名する。 安永元年12月18日時中に任官する。安永2年4月18日在国の許可を得る。文化3年、半祖、八塚家政を祀る。国津尾古神社を建立。文化10年9月7日隠居し、次男、西政に家督を譲る。文化11年、58歳で死去。蔵書家としても知られていたらしく、網代広則は、書物ありきは制度なり、次は、 浅草、守村、ジロベイの十万巻。次は、阿波の国、八塚賀治虫の六万巻。次は、花輪市六万巻ばかりありと記した。数代にわたり八塚家が収集した天石は、阿波国文庫と呼ばれる。ありがとうございます。